こんばんは。スタジオクラの松崎です。最近はですね、コロナの猛威によって、激しい敗戦処理をね、日々淡々と進めてる松崎です。これ、もう、ちょっとなかなか終わんなそうですよね、コロナは。コロナ多分これ終わんないと思うんで、もう僕が思うには今できることといえば、もう全力で逃げろと。全力で逃げて、また半年後ぐらいに焼け野原のになったとこからね、また新しい芽が出てくるような感じで、やっていこうかなっていうのをちょっとイメージしてますね、今は。もうこれすごすぎて、僕10年以上、こじんまりとした会社やってますけどね、こんな話初めて見ました。もう、やばいっす。まあ、皆さんとなんとか生き延びて。生き延びってどうしたいのっていうのもまたね、あるけどね。まあでも、新しいコロナの後の世界ではまたちょっと新しいことにね、挑戦してみたいなと思ってます。今までと同じことをまた、作り直そうという感じはあんまり思ってないですね。それよりはもう、何が本当にやりたかったことかとか、ちょっともう一度ね、この自粛中にちゃんと考え直して、人生またやっていこうかなと思っております。じゃあ今日も頑張りましょう。前回は、現在いる、緯度と経度を取得するとこまでできました。で、これを、リバースジオコーディングといって、この緯度と経度から現在の地名を取得するっていうのに挑戦してみたいんですけど、これは、いくつか便利な API がありまして、Google の API とかあったんですけど、このオープン掲示ジオコーダーというのはちょっと、少し無料で試せるみたいだったので、今日はこれでちょっとできるか挑戦してみたいと思います。こんな風にですね、この緯度と経度を取得したら、ここはロンドンだよとかですね、こういうのが取得できるようになったら、今度、地名をゲットして、その地名の天気を出すっていうところまでいけるようになりたいけど、今日はとりあえず地名が出るところまで行ってみたいと思います。でですね、このオープン掲示っていう、ジオコーダーっていうところの、API。れ？デモか。だから、この SDK チュートリアルズのところの、P5JS JavaScript なんで、ここを押して、で、ここに サンプルを見つけました。で、これをちょっと、このスクリプトをそのままコピりまして、どうしたらいいんだろう。このままこう言ってみたいと思います。お、出ましたね。これは、現在、この僕の緯度経度とは関係ないんですけど、これはケルンのドイツ、これドイツの会社なんですかね、オープン掲示ジオコーダー。グリューナークーベックって言いますかね、ここの、これと言ってます。で、ここを今僕がここに出てる33.53とか、ちょっと言ってみましょうか。ラティテュードは33.53の、お、
33.53で、アルジェリアなんと、経度は130.15、経度は130.15、経度は130.15にすると、出ました、これ、国道202号、糸島市、福岡県、おお、819の1、819の113。あ？ちょっと6抜けちゃってますけど、結構詳しく出てきますね。で、これは今、ここでですかね。コンソールログで出してるみたいですね。ここで、アラートでですね。出してます。で、500回以上呼び出すと、多分この無料のお試しが、500回よりちっちゃい時はまだいいのか。で、それより大きくなるともうダメよってなるみたいです。で、これコンソールログ？アラートで出しちゃうとあれなんで、これをテキストにしたいんですよね。で、テキストで出したいので、この辺の変数以外をセットアップに移動させてみます。まだ動いてます。まだ動いてます。はい。で、次は、テキストで表示させたいので、アラートじゃなくて、これをテキストに変えて、ちょっと、ど真ん中ら辺に表示させてみますと、出ました。はい。出ました。ここは国道202号の糸島市。いい感じですね。で、これは今、これ直接ですね、ここに、この辺、ラティテュードに直接入力してるんですね、ロンギテュード。なので、これができる状態なので、これを、この間のジオロケーションのやつで、ここで取得してます。セットポスで、ここで緯度経度を取得してますんで、その値を、ここに入れたら、今いる場所が、正しく取得できるようになるはずです。ですので、この辺に、もうセットポスに入れたらいいのかな。この辺を全部マスケットして、ここに入れて、で、これ、ラティチュードは、これいらなくて、ここで直接入れてるんですけど、これを消して、ここで緯度経度を前回取得してたんで、これの変数をラトに変えて、こっちを LNG に変えます。これで前回の緯度経度が取得できるようになってると思いますね。で、
取得できるようになったら、これも全部取得した後、これをすればいいのかな？お！なりました。今度は糸島市っていう地名に変わったのが何でかわからんけど、いい感じです。これで今、糸島市がゲットできるようになりました。素晴らしい。で、今度、昔作ったお天気のやつで取得したいのは、この糸島市だけが必要なんですね。この福岡とか日本とかもいらなくて、市の名前だけが欲しいので、今はここで出してるんですけど、そもそもこの URL、この URL をゲットしたいので、リクエストに、リクエスト URL をちょっと見てみます。リクエストの URL。これで JSON の URL が出ましたね。これが。この中に何が入ってるかが見れたら。どっかにシティネームとか、多分これかな。糸島市って多分、これ糸島市って多分日本語で書いてあるんですかね。コンポーネンツのシティを取得したいので、JSON を読み込んで、なるほど。なので、次に、ここでデータでリクエストリスポンス、これか。次にですね、これなんか全部ゲットしてきてるので、バーデータをロード JSON に、ロード JSON にして、この URL をコピーして、違う違う。この URL で、これを
ロードジェイス。ん。ロードジェイソンで、この URL を読み込みますと。リクエスト、ロードジェイソンはなんかない。ロードジェイソン。ロードジェイソン。で、読み込みますと。で、読み終わったら、難しいですね。これ何の解説にもなってなくて申し訳ないです。これファンクションの街の名前をただゲットしたいんです。セットシティで。で、ここに行くように。JSON を読み終わった後、ここに行くようにします。で、ロード JSON した後、セットシティを読み込んでください。で、セットシティのところで、この街の名前だけをゲットしたいんで、シティネームは、データの、リソツの、これを見るとですよ、この結果のコンポーネントの中にあるシティをゲットしたいので、リゾルツのコンポーネントのシティをゲットしたいですと。で、ここでちょっと本当に出るかを見たいので、テキストでシティネームにして200200と。これで、いとしましと出たらバッチリです。出ました。いとしまし出ました。いとしまし出ました。素晴らしい。ただこれこのままだと、前回のですね、お天気アプリをちょっと開いてみますね。前回のお天気アプリは、これだったんですけど、確か。で、この、ローマ字じゃないとダメだったんですね。URL がローマ字じゃないと、とゲットできなかったのに、これ漢字に直されちゃってるんで、多分どっかで、URL も、セットポスもこっちですよね。これ多分言語もできるはずなので、多分言語も追加できるはずです。プラスとかそのランゲージを英語にしときます。そうじゃないと日本語でこの地名を読み込んじゃって、お天気の API を呼び出すときにエラーが出ないように、ここではローマ字で糸島っていう、僕が今いるところが糸島なんで、糸島をゲットできるようになりました。いい感じですね。もうこのまま勢い乗って最後まで行ってみようかな。で、あとはですね、こっちの前回のと合体させていけばいいので、ちょっともうこれこのまま行ってしまいます。コピっていきます。ロットデータはノートデバイン。結構さっぱりしたあれだから、
意外とマジこのまま生きたりすんのかな。で、スクエザートデータ。これもコピーして、これぜひ URL 貼っときますんで、もしよかったら試してみてください。これをドローの中に入れたら、今これ福岡をゲットしてますね。もうちょっとでできますよ。もうちょっとでできます。で、これシティネームを今福岡でゲットしよるんか。シティネームを福岡でゲットしおけ。シティネームをこのセットポスの中でゲットした糸島市。これをゲットすればいいんですよね。そしたら大丈夫なんで。セットシティの中に、このロードジェイソンとか入れたらいいんかな。この辺を、シティネームが分かったら、なんか言ってますね。ああ。これ多分 URL、 画像の URL をゲットする前に来ちゃってるってことかな。ですね。画像の URL をゲットしたり、ここら辺のデータゲットする前にドローが始まっちゃってるんで、多分エラーが出てるんだと思うんです。なので、URL を読み込んだらゴッドデータ。ゴッドデータってどこにある？これか。これですよね。ただゴッドデータで、これよりも早く来ちゃってるんで、レッドのショーとか作はフォルスです。ブーリアンを作っときます。で、この辺を全部、もしショーがトゥルーになったら表示します。ショーがトゥルーになるまでは表示しません。で、ショーがトゥルーになるのは、このゴッドデータでも全部データ来たらでした。データ来たら、ショーをトゥルーに変えるとかにしたら、ならないですか？そんなことできんの？お、できた！できました！これで、これなしだったらですね、多分、このループが始まる前にも、これ、ループが始まる前にもう読み込み始めちゃってるんで、旗を押した瞬間読み、で、アンデファイントに、
まだ来てないんですね、データが。どっからか引っ張ってきてるんで。なので、ショーっていうのがトゥルーになった。これ、ぶっちゃけ僕、これ合ってるか意味わかんないけど、一応トゥルー、データ来たら、みたいなイメージなんですけど、これなんで、これでなりました。いい感じです。すごい。これやったら、まず現在地を表示するんですよ。現在地の天気を。で、もしベルリンとかの天気が調べたくなったら、ポチッと押すと、お、ベルリンは今晴れてる。結構暖かいっす。16度。ロンドン。分厚い雲、今日寒いっすね。もう一回こうやると、現在地を取得して、糸島を取得してくれます。これ、福岡って書いてあるけど、ややこしいけ、これ、今ならもうシティネーム多分なしでもいけるはずかな？多分いけます。ほら、現在地を表示させましたね、糸島。これなんでか知らんけど、福岡とかしたら自動で福岡市とか書いてくれるんですけど、糸島だけはなぜかローマ字で出てるけど、まあいいか。あとは、ちょっとなんかこう、少し爽やかな色に変えようかな。字を白にして、本当はちょっと天気とかの数字で、こうビジュアライジングデータみたいな感じで、こう、色とか変えたいんですけど、今日はもうそういうのせんどぼう。何やったっけ？ Google 先生がカラーピッカーってしたら、教えてくれますもんね。こうやってなんか、空っぽいのにして、こうすれば、なんとなく鮮やかな感じで、お、多分これ夜やけんこんなお月様って感じになってるんかな。できました。素晴らしい。これで現在地を表示したり、ベルリンって書けばベルリンが表示させてくれるようになりましたよ。もうこれ下の方に書いとこうか。ボタンとかも入れとこうか。こうやって。ボタンテンポジションを横300縦とインプットも。ボタン、なんとなくこう横とか合わせたり、ボタンもちょっと離れすぎちゃったから、これもしかしてインプットの長さとかが分からんけん、こうとかしたら線の横に来たりするんですか？おお、すごい、来るんですね。これにしたら、インプットの、これにしたらね、インプットの、宙ずれたところに必ずできるようになるけん、どんなブラウザーで見ても大体いい感じになるのかな。
カラッパ平出ます。ロンドン。おお、素晴らしい。本当は、これ時間とかもゲットし、現在時間とかもゲットできるのかな。これも本当不思議ね。なんで、1613やけど、1個乗っけちゃう。ああ、もう僕、多分リミットに達そうとしてるんかな、もしかして。どういうこと？い、こんな感じです。一応できました。これとですね、パッチ！糸島市出るようになりました。じゃあ、今日はこれぐらいにしときたいと思います。ここの、これはぜひ僕の、これ使わないでくださいね。このオープンウェザーの API と、こっちの API。こっちは、なんてやつやったっけ？オープン掲示データっていうのの API キーは、これ僕のなんで、これはぜひ使わないでください。もうすぐ多分、限界まで使っちゃってるのかもしれません。今日はですね、このオープンウェザーマップの API と、リバースジオコーディングの API、こっちの API2 つを合体させて、現在地を取得して、その取得した現在地から現在の天気を読み込むっていうのに挑戦しました。で、あと、前の残りで、こっちで、タイピングすれば、調べたい場所も出せるようになりました。一応、お天気アプリはもうこれで完成にしようと思うんですけど、もしかしたら、これを、何やったっけ、モナカだったかな、モナカっていうので、アプリに、できるか、挑戦してみたいと思います。もしかしたら。それでは今日はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。